名前、オーガスト、髭がもじゃもじゃで、ローブを羽織った、いかにも魔導士って感じの老人、魔導王の異名を持ち、古今東西あらゆる魔法を使うことができる。使用できる魔法の数は、ゼルフを上回る。スプリガン12の中でも、別格と言われる、化け物3人のうちの1人。同じスプリガン12のブランディッシュとは小さい頃から知り合いで、ブランディッシュは、オーガストのことを、おじいちゃんと呼んだりする。オーガストは、単なる戦闘狂ではなく、ラクサスの雷を受けそうになったアジールを守ったりするなど、仲間思いな面もある。戦闘時は肌が赤黒くなる。戦闘力は別格で、クリムソルシエールを一人で圧倒したり、ギルダースとカナの親子コンビ相手に優位な戦闘をする。相手の魔法を瞬時にコピーでき、相手の魔法を消すこともできる。しかし、道具を使う魔法はコピーすることができない。そのことを見抜いたギルダースは、義手を用いた打撃でダメージを与えた。自分の命と引き換えに、フェアリーテイルを消滅させようと、生物の血を蒸発させる古代魔法、アルス、マギアを発動。ほぼ勝利の段階まで行ったが、メイビスの姿を見て魔法を止めた。オーガストは、メイビスとゼルフの子供である。両親に自身の存在を知ってもらえず、孤独に淡々と約100年もの間、ゼルフの国づくりに協力していた。それは、ゼルフに、自身が子供と知って欲しかったからなのかもしれない。メイビスを見て、オーガストが思ったことは、一度だけでいいから母親に抱きしめて欲しかった、だった。最後まで、ゼルフとメイビスに、自身が子供であることを知ってもらえず、魔法を止めた後、消滅した。ゼルフとメイビスが一緒に過ごした日々は、8月である。メイビスの面影を感じる、ということから、ゼルフが、オーガストと名付けている。夏からすると、オーガストは、甥っ子になり、オーガストからすると、夏は叔父になる。